ネットは友達甘えてる。そう、ネットは友達。全然ラジオやったことない人が、はい、前々に試合をしてアドバイスもらって、はい、それを参考にこういう欠点があったからこういうメニューをやった方がいいですみたいな。わかりました、やりましょう。じゃあ大事なのはラリーになったらすごいこう強いボールって打てると思うんですけど、ただそのラリーになる前の段階でちょろってミスしちゃうと、大きいラリーでも1点、ちょろってミスでも1点、同じ1点なんで、だったらそこのミスを最小限にして、ラリーですごいパワーがあるんで、そこを生かしていった方が絶対いいので、ただこうサーブ出して、前面に引っつくんで、それをちょりった後に切り替えの練習を。切り替えの練習、はい、やっぱこう、8割ぐらいフォアだったら、バックもできた方がいいと思う。自信ないんだ。か別に、いや、一本一本フォアでもいいですよ。一本一本、はい、あ、じゃあ、いやでもバック使いましょう。あ、はい、じゃあ、しょっす。ラージ初練習、まともな練習。あ、これ乗っけた方がいい。いや、乗っけた方がいい、絶対乗っけた方がいい。で、ラージはネットイッチがすごい多いんで、まあ、ネットされたアンラッキーっていう考えだとダメで、ネットはもう普通です。あ、もうネット普通。ネットは友達、ね、ネット友達さ。あい、このさじ加減がむずい。ちなみに今なんかこうサーブのネットインを適用するだなあ。ラージって5連続サーブネットインとかすることあるんで、絶対取れないネットイン。やばい、それやったらもう試合になんない。これ俺多分公式でもあるんだよね、このミス。こっち側にちょっと困っちゃうんだ。あー、なるほど、公式でもあるこれ。しっかり行かないと。ネットは友達甘えてる。そう、ネットは友達。いやあー、気持ちがむずい、マジで微調節が難しい。手を出さない、我慢しなくて手出ちゃう。待つ待つ、公式より待つ。